パリメトロ13号線は、フランスパリのメトロ路線の一つ。パリ交通公団が運営する。パリの北、アニジュヌビリエレ、クルティユ駅とサンドニユニベルシテ駅から伸びる。分岐線が合流し、南のシャティオニーコールモンルージュ駅に至る。パリメトロ13号線は、パリのメトロ路線の一つで、パリ北西のアニジュヌビリエレ、 クルティーユ駅と北方のサンドニーユニベルシテ駅を起点に、南に伸びる二つの分岐線が合流し、中心街を南に進み、市街に出て、シャティオニーコールモンルージュ駅に至る。路線の長さは 22.5km に達し、パリのメトロでは、最も長い。パリ北南電気鉄道によって、1911年2月26日に、サンラザール駅ポルトド・サントゥアン駅が開業。 以降、延伸工事が繰り返され、1976年6月20日までには、シャンゼリゼクレマン総駅バジリクド・サンドニー駅間と、ラフルシュ駅ポルトド・クリシー駅間の分岐線が開通した。14号線開通を知らせる、ポスターこれとは別に1937年1月12日に、モンパルナスビアンブニュー駅ポルトド・バンブ駅間に14号線が開通し、 7月には、アンバリッド駅まで延伸したものの、長らくそのままとなっていた。その後、アラーの建設に伴う利便性の向上を図るため、13号線と14号線の連結工事が始まり、1976年11月9日に、シャンゼリーゼクレマン総駅アンバリッド駅が開通。両社は1本のレールで結ばれ、14号線は13号線に統合された。 2008年6月14日、現在の形となった。パリメトロ13号線は、パリの北西方向と、北方向から南に伸びる2つの分岐線が合流し、中心街を南に進み、市街に出て、シャティオンイコールモンルージュ駅に至る。北西方向からの分岐線の北端は、アニジュムビリエレ・クルティーユ駅で、パリ市街に位置している。路線は、ここから、 南東方向に進んで、市内に入り、ラフルシュ駅で、北方向からの分岐線と合流する。北方向からの分岐線の北端は、サンドニーユニベルシテ駅で、市外に位置している。路線は、ここから、南西方向に進んで、市内に入り、ラフルシュ駅で、北西方向からの分岐線と合流する。合流後、ラフルシュ駅から南に進み、サンラザール駅、 シャンゼリゼクレマンソー駅、アンバリッド駅、モンパルナスビアンブニュー駅などパリの中央付近を縦断、下テ駅を過ぎる付近から南西に進んで市街に出て、終点のシャティオンイコールモンルージュ駅に至る。路線は、パリのやや北西方向からの分岐線と、パリの北方向からの分岐線ガラフルシュ駅で合流し、シャティオンイコールモンルージュ駅に至る。デュロック駅、ありがとうございます。